こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、アクセント1から4までを繰り返すだけで、まあ組み合わせるだけでいろんなドラムソロできますよってお話をしたと思うんですけど、4つ足します。で、まず1234がここの前回のやつね。で、不安定っていうのが、まあ、1324っていうふうにしてたんですけど、まあ一応順番的にね、1個目のアクセント、2個目のアクセント、3個目のアクセント、4個目だから、まあ因数で考えて、アクセントが1個ずつずれていくということですね。そう、2つのアクセントをずらして4つ作りました。で、2つのアクセントは、まあもうあと2つあるんだけど、基本はこの4つで考えます。そうすると2つアクセントなので、ダウンダウンアップアップダウン、右手から落ちてって、右手から上がっていくやつ。ね。で、これを逆転して、アップからアップアップダウンダウン。これが6番で、今度はアクセントが1個目と4個目なので、ダウンアップアップダウンダウン。イメージ的には右が降りて左から上がってって、左から落ちて立つ。ね、これを、ずらして、今度はアップダウンダウンアップアップダウンダウン。これは今度はアップ、やっぱりアップしてから左から落ちてって、左から上がってる感じ。こんな感じで作ってみました。そうすると、これまあ全部組み合わせたやつが、12574368、一応全部1個ずつ、タクツクツタツクタタツクタツツタツクツタツツタツツツタタツタタ。まあ、アップダウンの、こう組み合わせが非常に変わるので、うまくこうやって組み合わせてね、1個作って練習する感じ。スイング時代のドラムソロだったら、バストラをこういうふうにハイハット踏んでってやると、もうこれだけでドラムソロっぽくなりますよね。十分ドラムソロとして使えると思います。そしたら、今度はですね、ドラッグで埋める、合間をドラッグで埋めるってこと。ドラッグっていうのは、要はダブルストロークで埋めるってことですね。一小節目だけでも、もうこの一つのフレーズをこうやって展開するだけでも、もう十分ドラムソロとしてもいいし、で、これを、というふうに練習してもらえば、これだけで、テンポがちょっとこれぐらいでゆっくりだった場合、っていう感じのとか、もっとゆっくり。まあ、また別動画でやりますけど、レードバックした8分音符だったら、これぐらいのテンポでも、こうちゃんとこう、ドラムソロとして全然成立するんですが、ちょっと寂しい感じ。という具合にできるかなと。で、前々からちょっと、奈良田マイケル・ウォルデン、あれやっぱりコピーしてるとすごくわかるんですけど、彼はなんかアクセントのところをダブルにするんですよ。こういう感じ。っていうイメージなんですね、僕から聞くとね。なので、こういうのドラッガーっていう、僕は教えてもらったんです。ドラッガーにフラも入れると、で、これを5ストロークにすると、チェダー、チーズが溶けてチェダーになるっていうふうに教えてもらいましたけど、これドラム工ですね。だからかなり難しい、ルーディメントの26の鈴木になるんですけど、この辺僕はちょっとあんまり難しすぎてドラムソロで使えなくて、あんまりこう使ってないですが、まあいつか練習したいなと。で、まずはドラガー。練習すると、この基本のところにドラガーを入れていく。こういうことね。で、次は、5678、ゆっくりやりますね。
というふうに練習してもらったら、まあ自由に入れる。という具合に、考えることもできますよね。これはあんま使わないです。こんなに細かくは使わないですけど。この間やったフラムとバスドラのユニゾンを混ぜると、こんな風にドラガで足をユニゾンするっていうのもかっこいいと思いますね。こういう形で、このアクセント、実はこの4つだけ、ね、ちょっと飽きてきたら、この4つ足すだけでかなりいろんなことができると思います。なので、ここめちゃくちゃ使い勝手いいので、この4つ足して、この。これはぜひ練習してみてください。というわけで本日は以上になります。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。